おはようございます。画家の義ぎです。暑いですね。元気ですか皆さん、えー。今日の作品はですね、こちらですね。こちらの生物画でございます。クレマチスを描いたという作品でございます。まあ、背景とガラスとかですね、この花、あこの質感の描き分けなんて、えー、皆さんにとって非常に参考になるんではないかなというふうに思います。ぜひぜひ、えー、最後まで楽しんでご覧いただければと思います。それでは、どうぞ。 それでは解説をしていこうと思います。今日はですね、生物画ですね、生物画のこれ4号というサイズ、4号というサイズに描いていったという、これもちょっとね、難しい技法と、ちょっと秘密の技法的な部分があるので、もしかしたらまたメンバー限定に切り替えるかもしれませんので、えー、生物画を動画に油絵で本格版でするのは 2, 2枚目かなというふうに思います。クレマチスを描きました。クレマチスを描きました。もう本当に このクレマチスが3年間ぐらい育ってようやくこう大輪の花を、えー、咲かせたという、まあ、うちのなんか妻が最近こう子育てが一段落したわけじゃないけどもやっぱりね生まれて間もない頃とかやっぱりそんな庭をいじってる暇なんかないわけですからあのほんの少しの時間とかで少し勉強してこうやって剪定したらみたいな感じでやってくれた一瞬で僕がやればいいんですけどねほんとすみません、えー、大輪の花を咲かせたんでこんな機会はないということで本当にこうあそれでインプリマ プトラですね、これはウルトラマリンブルーですねもしかしてヌノベ川の時コバルトブルーって言ったかもしれませんトランスオキサイドレッドそうなんですね何枚かこう2 3枚か、同時にインプリマトゥーラまででやるるとということはあるんですよ。そうしないとなかなかですね一枚一枚にっていう風によりは例えば二枚三枚まで、えー、墨入れ同時にやるとかっていうこともあります で、クレマチスと、えっ、ー、と、この、あの、まあ、背景、それでテレピンで希釈して、でですね、えー、それでし、ちょっとだけまずテレピンでしっかりと混ぜ合わせるということをしていきます。混ぜ合わせていくということをしていきます。それで、えっ、ー、と、またテレピンで混ぜ、入れて、まあ、だいたい絵の具位置に対して5倍容量ぐらい、僕はだいたいそれぐらいテレピンを入れて、で、それにポッピーオイルを絵の具と同じぐらい、えー、絵の具、 の容量1に対して、えー、ポピュオイル1してテレピンが5とかぐらいかなそんな感じぐらいでまあ要は下の線があのちゃんと見えるかどうかが大事ですね、えー、ということを意識しながらで僕はこれ1層やってちょっとこれじゃ白味という下味を使っております、えー、吸い込みが強いので、えー、吸い込みを抑える意味でこれが完全に乾燥後もう1層塗ります 1>, 1層目こうやって縦で大体終わってでこれ2層も終わった段階です,すみません突然飛びます突然飛んで申し訳ないで2層終わった段階でえー、っとおこれは後ろから描いてってんなどういうことや <laughs> ねあの花を描いていってますあこれはマスキングテープあしてないわ ね、とにかくままず後ろのの背景の木を描いていっててっすねマスキングテープとかを使っているかと思ったらそうでもないみたいですねこれぐらいやったら別にええかということで、えー、まず背景のこの,あの木ですねこういう木とかもまあ皆さんなんかこう ね、買わなあかんとかどうしようとかなんかって思うかもしれないですけど僕ホームセンターでこういうの買ってくるんですよ。なんて粗材みたいなんでこう安いんですよ。どれぐらいかなこれぐらいの幅やか15センチ幅かな確かな。でそういういのとかを ただ123で裏から何か木とかですねうっつけてただそんなんを作ったりとかただしてるだけです多分1,000円ぐらいでできるんですよこんなのでそういうの自分でこうなんか背景とか困ったなと思ったらちょっとしたものとか作ってみたりす,すればいいと思うんですよねだからあー真っ白なこう L 字空間のものとかも作ってたりします僕はねなんかねでそういうなんかこう余った木とかでもいいですし何かこうそういうのとかを日常からこうアンテナ張って見てたりすると落ちてたりなんやったりする するしこれの,あの下のテーブルなんかもあのちょっとこう塗り替えようかなと思って余ったペンキを塗ってブルーーグレーみたいな色を塗ってるんですよだか,らなんかねもうどこに売ってますかってよく聞かれるんですけどうまいことそういうの代用していくということもやっぱクリエイティブなあ考え方芸術とか美術とか絵を描くとかでそういうことで自分たちでそういうものとかを編み出していったりすることも大事なんですよ。 だよく1から0から100まで教えてください的ない人いますけどそういう人向いてないですあの美術とか芸術にそうじゃなくてなんかこう例えばですねえっ、ー、とこの間たまたまぼっとテレビ見てたらあのなんですっけミニ四駆ミニ四駆ってありますよねピューっと走るやつあれのなんかイタリア人が出ててあのなんて番組でしたっけ あなたは何しに日本へとかいう番組でそれで見てたらあのミニ四駆大好きイタリア人が日本に来て大会に出るんだよみたいな話してたからウェーと思ってそれもカスタムカスタムするわけですよカスタムちょっとずつで結局レース出てもうほんと 1>, 1秒か2秒ぐらいでビューっとコースアウトしてて、爆笑してしまいましたけど、早すぎて、かわいそうと思いましたけど、あの、でもそれでも僕は大会に出れて嬉しいんだって、もうとにかくこう前日のようにカスタマイズ、カスタマイズするみたいに言うてましたけど、やっぱそういうの。 大事やと思うんですよその絵を確認してもねなんかこう全部僕はこれ本当に皆さんにとってヒントになればいいと思ってだけしか作ってないんですよだからこんな風に書いてほしいのが1ミリも持ってないです自分の中ね適応ライバルを作るようなことをしているわけですからそんなんねライバルになってほしいなんて思ってない中かねまあ、別にも負けたら負けたでえ,えわと思ってますんでねそれは自分でこう作り上げてきたことなんで皆さんの、ね、やっぱりそういうこうオリジナルみたいなのをどん,どん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 その作っていけばいいと思うんでなんか打 売ってないかな？とかって考えるより、まず自分で作れんかな？とか、どうやったら代用できるかなとかって考えていく方が楽しい。だから脳みそ使うんですよ。だからね。あの老後には最高です。絵を描くというのは最高なんです。本当そう思いますよ。 これは4号というサイズの作品でございますでえっ、ー、とこのガラスなんていうのもねこう高いガラスなんじゃないですかとか言うんですけどね僕ほらね大好きなのみもなありますよねあれの大分の商品のなんかなんですよね皆さん是非是非調べてみてくださいそんなもの書いてんのってまあだからもちろんねもう本当はキラキラ光った バカラーとかなんかガラスとかっていうのが縁かも知らんけどまあまあなんかこのこの柔らかい湾曲とこの花みたいなののコントラストが面白いなと思ってふわっとしたのとグじュグジュとこのでまあクレマチスっていうこうつるかのこう植物でねこういうふうにつるンででもそれをなんか花に一輪挿し的に咲いてあの切り取って本当にこの一瞬のこの花の映画をこうあれするためにはっていうのでそれとこう荒材みたいなのののこうサあみたいなのを 描いていくことによってこの花のですね可憐さなのか力強さなのかわからんけどこう,こういうつるとかの形なんていうのも面白いなというふうに描いていったということです。僕自身がこう生物画っていうのを始めたのがあの本当に一番初めのキャリアは僕生物画なんですよ。で、えー、と大学生の時これも何度もお話し,してますけどもとにかくこう大学入って 武蔵シの美術大学というところに一浪して入りました。で、えっ、ー、と当時でも本当に倍率15倍とか確かあったと思いますよ。13倍か15倍ぐらいあったと思うんですねで。補欠とかもなんかすごいいっぱいいましたもんね。30番ぐらいまで補欠ってあって、で、まあ東京芸大行ったりとか他の大学行ったりするからちのでそれぐらいの数をこう確保しとかなあかんのでしょうけども。 であの大学にようやくこう受験が終わってで受験が終わったのが大体3月の16日。 ととか17とか18とかに確か終わるんですねで当時は東京芸大すごくこう入試が遅くてまあ絵は買ってみといてください暗い色を置いてからちょっと明るいの明るいのも絵の具をこうねあの動かしながらみたいな感じで,で3月16日17日ぐらいに2次試験が終わりましたでその時はこうヌードと石膏デッサンみたいな感じで全然ダメだったですもうこれは無理やなと思ったんですけどただ 3月の23日が合格発表ですごいでしょでそこから1週間ぐらいでも,うもし受かったら芸大の宿舎宿を探さなあかんしあの、ね、むさびとかやったらむさびの後あとあの辺を探さなあかんしっちいうので,で僕はむさびの方をおになって,、まあ、玉火も受かってたまびむさびを受けて東京造形は受けなかったんですね。あの でと、むさびたばびを,を受かって、で、ちょっと都心に近い方のむさびというところに行くことにしました。で、まあ、3月23日に五花合表が東京芸大一郎の時はダメで、あで、完全に乾燥後、完全に乾燥後です。す <laughs> みません。 マスキングシートを貼っていってますね。こんなことやるんやって感じですね。これね、キャンバスとかなかなか貼れないです。凹凸がちょっとあるようなものじゃなくて、ある程度フラットな下地のところじゃないと貼れないです。そしてこの木目のところだけ切り出してます。背景のところね、背景の木目のところを切り出していっています。 でこうあの一週間しかない中でもう一緒に共に過ごした浪人を過ごしたやつまたもう一浪するやつもまあまあいたんですけど、えー、と僕はもうムサビの近くの下宿を3月24日とかにも3つ探しに行って本当大学の横あの畑があってそのところに結構畑をの地主さんがいっぱいおってその中にムサビの学生のためにとかあと津田塾 あとは朝鮮大学校確かムサビの横そんなんやね確かねあってでそこのもう敷地内のでもそれでもね僕冷房があるとこやったからねもうそれかあとはユニットバスですけどお風呂もついてても感動しましたよ。 あ思い出した。あそしてこれテンペラ絵の具というので、えー、と今ねこれ背景のところをテンペラ絵の具これはバーンとシェンナかなシタニウムホワイトかなこれライトレッドやと思います、えー、赤い色これはーローイエローオーカかなウルトラマリンある程度体には悪くないものを使ってますけどもね顔料ねそしてこう木目の何て言うんですかこうく暗くなってるところでそういうところ要は花と ガラスと、以外のところはあ、その今、テンペライノグで書いていてます。テンペライノグってね、硬い感じになるんですよ。硬質な感じになる。硬い感じ。 えどういった意うかな硬い感じになるというのが要は顔料そのままに近いような感じ油はそれにこう濡れた状態になる何なかあるかな分かりやすい例えあるかなまあ例えばその辺に落ちている土え土に雨が濡れると濡れた色になるでしょ濡れた色が油絵の具の感じえ乾いた状態みたいなのがテンペラ絵の具とかあまあ日本画のニカとかもそういった感じになりますよねニカ絵の具とかっていうのもそういう感じになります。背景のところ これはテンペラ絵の具で床のところは油絵の具で描いていてます。ね <laughs> そういった硬い感じにしたいなとかビビットな鮮やかな感じにしたいなとだからもうボッティチェリの絵とダビンチの絵ってねすごく違うじゃないですか。わかります？ダビンチの絵とボッティチェリの絵。 この違いっていうのは、あの、テンペラ絵の具、ボディチェリは、あの、テンペラ絵の具が多い。油もちょっとやってますけど、どっちかってほとんどそうで。ダヴィンチはほぼ油絵が多いです。だからその濡れた感じで。で、え、すごい色彩としてマスキングシートを剥がします。ピリ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 ってね。リピリピピピピピピピってね。あの、テンペラ絵の具というのは、 乾いた雰囲気ですもんねだからそれでだいぶ違うんですよまあ、メリットデメリット両方あるわけですよね <laughs> 油絵の具は多少厚塗りできますもちろんゴテっと乗せることも現代ならできるんですけど当時は こう、ね、練ってたから、あのですね、どっちかとトロとしてたんですね、トロっと。で、あの、機械練りができるようになって、産業革命以後ですね、機械練りができるようになったから、肩練りができるようになって、だいぶ厚塗りできるようになってきた。まあ、レンブラントなんかもかなり厚くは塗れますけども、ですね。で、え一方、テンペラ絵の具というのは厚塗りとかできないけど、乾きが早い。乾きが早いのと油絵は乾きが遅い。で、乾きが遅いのを利用して、こう、グラデーション。 乾きが早いからグラデーションかけれんから、ハッチングとかで、ハッチングとかでグラデーションかけるという,こう違いですね。で,であ、生物画の話からここまで脱線しましたね。えっと、それで、ムサビに行く前、一週間ぐらいその友達たちとめちゃくちゃ遊んだんですよ。もうよっしゃーって,って。その時に、実はその間、 芸大等の発表一次試験終わって、えー、発表まで一週間ぐらいの間に地下鉄サリン事件も起きてるんですよ。その時も僕は丸坊主で汚い格好してたんで、よくこう池袋でキビキビキビって言われてました。っと,かっとおこんなガラガラなんか絵の具持ってみたいなね、テレピンユとかね、あんな気派性のもの持ってたら当時はね、本当にピリピリしてましたよ。 あの、そういうのが起こった。で、その2ヶ月後ぐらい、武蔵野美術大学の、えっ、ー、と、その下宿でテレビを買ってですね、えっ、ー、と、あれを見ましたね。あの、偉い人が逮捕されるシーンとか。あのあたりも僕、こう、12月にこうぐ,るぐるっと回りましたけどね、ぐるっとこうえ、富士山界隈を一周しましたけど、あの界隈もちょっと見てきましたけど、 という感じで今ちょっと早送りでお見せしてます。花を描いていっております。まあこうやって見るとですね、本当にこう。で、そこで1週間の間ぐらいでもう3月23日から、えー、と4月の引っ越しギリギリの間にもう浪人中の仲間ともとにかく遊んだんですよ。もうなんていうのもうカラオケ行こうぜーちょってうわーとか言ってね、カラオケ行ったりとかもうあれして。で、ムサビの方に引っ越して。 なんかすごい虚無感に襲われたんですよ。俺はその浪人して大学に入るためにっていう感じで遊びたかったから入ったんかってい感じでなんか虚無感に襲われたんですでそこからもうなんかよしと思って本当にお金もなかったけどあのモチーフを買いに行って。 で東急ハンズに何か組み立て式の椅子を買ってかぼちゃを置いてモチーフをあのかぼちゃ、えー、組み立て式の椅子の上に置いてなんかねしょうもないもん1,000、まあ、円千円のかぼちゃを2個買ったんですよそれでも金なかったから千円ねそんなモチーフを買っても,ものを見てゆっくりそのなんていうか老人時代って2日間ぐらいとかね長くてもこう書けへんかったり。えーまあ、受験が遠い 5月、6月とかはまだなんか1週間かけてなんかモチーフ書いたりしたような記憶があるんですけど、試験前はもう本当にそんな感じ、あの、1日1枚とか2日で1枚とかしかのペースで書いていたから、きつかったからちょっとゆっくり書こうかなって、アカラスの書き方とか皆さん参考にしてくださいね。 ゆっくり生物画を描こうっていうことで1ヶ月1枚ずつ描いてた。もう,もうコンセプトも何もないですよ。<laughs> 描いていったという <laughs> ことが始まりでした。あこういうのもやっぱり縦にして、えー、っとなん,なんかシューッとた縦の線を引きたい時はシューッとね、こういうのガラスに何が映ってんやろなーっていうのをよく観察してください。絶対現象には何かこう理由があるんですよ。 あれみたいですね。なんかね、テレビドラマのね、福山正春さんのやつみたいですよね。やっぱりあるんですよ。だから、これはなぜこう着てんやろうっていうのをちょっと考えるっていうことすごい大事ですよ。あの、考えて考えながら見てあげるっていうことすごい大事です。これ意外とこう皆さんね、ただなんとなくこう色を置いていくっていう。写真とか撮ってしまったりするとね、あの、それがやっぱりこう、ワンクッションこう、フィルター通すわけですよね、写真っていう。だから、 あの、本物を見、見たときにやっぱりそれを理解しようと努力してから写真とかもし撮って絵を描かれるんやったらそうされた方がいいと思います。これ後ろに何が透けて見えてんやろなぜこういう風に映ってんやろということを考えるということも非常に大事かなと思います。という感じで、えー、ガラスのあたりをググッと描いていて、もう少しこれは最後書き込んで、えー、完成ということにいたしましたので、えー、よかったら完成は本物をぜひですね、えー、美術館などに来て見ていただければと思います。 えー、生物を書き出した経緯というのは、えー、本当にこう何枚もの何枚もの受験記書いてでもゆっくり書きたいと思ったからということでございました。脱脱線線ひどくてすみませんクリスちゃん脱線では えご視聴ありがとうございましたどうだったでしょうか楽しかったですかあこういった感じでですねまああのまたこれももしかして非公開になるかもしれませんのでぜひぜひ早めに見ていただければと思います、えー、感想といただければと思いますチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますそれではまた次回ではチャンネル登録よろしく